どうも、エルザです。それでは、ポケモンソードシールドやっていきたいと思います。さて、今回は山頂だね。で、ちょっと移動しまくって、なんとかね、下まで来れたんで、さらに降りていこうかなと。この川を多分下っていけばいけるんじゃないかと、思ってるんだけど。お、いけそうだね。降りる感じか。降りれる場所ある？お、その辺りかな。もうでっけえアイスみたいだね。お、なんか飛んでる。おお、3だ。フリーザ目からビーム出てたぞ。逃げていったね。マジか。ピピピピピピ。もしもーし、俺だ、ピオニーだ。チート来てーことが。で、隊長、テレビで大ニュースだ。変な鳥ポケモンが各地に現れたってよ。ギザギザしたやつはワイルドエリア。メラメラしたやつは鎧の塔。シャナリシャニナリしたやつはカンブリー雪原と見回ってるらしい。目撃、体重の角、伝説の鳥伝説。んー、じゃああれか、各地に行くのか。ワイルド鎧冠雪原。霧になったね。白ボングリと。そうだね、そしたらちょっとここを見て回って、何もなければ探索行ってみようか。もっと揺らす、まあ、びくともしないだろうね。ちょっとずつ画面が近づいてるのが気になるんだよな。もっと揺らす。欲張りす。いいカウンター決めてきたね。木の実がたくさん落ちてきた。30。おお。ザシアンはめっちゃ頑張ってくれたね。
よし、じゃあ探し行こっかね。待て、なんか今走っていったね。マジか、サンダーからか。急に曲がっちゃうの？頑張って当たるしかないね。よし、サンダーが現れた。日差しが強い。とりあえず電磁波。雷鳴ゲリー。ゲリーってことは格闘系かな。ゴッドバード系使わないことを祈ろう。あれファイヤーが怖いんだよな。まあ、サンダーは削れるだけ削ろう。スピードボール捕まえたいね。やってみるか。よし、切った。サンダーでスピードボールは熱いぞ。かっこいいね。オレンジっていうのがまたいい。剣客ポケモンになったんだ。格闘と飛行、羽毛が擦れるときバチバチと電気のような音がすることからサンダーと呼ばれてきた。さあ次、鎧島に行ってみようか。もしもし、俺だ、ピオニーだ。探検は順調だね。あ、いた、見えた。あれ、でもあそこまで行けるっけ。どうだったっけ。あー、あそこ高さ的に良さそうだね。まあそこで隠れてしまったから多分この辺りなんだろうね。まあ行ってみないと分かんないけど。お、入れるじゃん。霧晴れちゃったね。バッチングに無視して、
来るのかな。動き回ってたみたいだし、ちょっと見ておこうか。お、来たー。こっち来るね。さあ来い。ファイヤーが現れた。まず電磁波、めちゃくちゃこのファイヤーかっこいいね。燃え上がる怒り、属性の名残はあるんだ。暴風、逆上、特攻上がるか。悪だくみ、あーもしかして悪タイプ、めっちゃ悪そうだもんね。あどれいいかな。ヘビーではないんだよな。さすがに捕まえれないかな。よし、ゲット。ファイヤーなんとかゲットできたね。ゴージャスボールでね。いやあの黒にこの金ピカは合うやろ。さあファイヤーは邪悪ポケモン。劣化のごとき邪悪なオーラに当てられると聖痕が突き果て真っ白に燃え尽きてしまうのだと。めちゃくちゃかっこよくなったね。さああとは紫のポケモン冠雪原。そう、ピオニーから連絡来たね。じゃあ冠雪原に向かおうか。お、見えた。マジで分身すんの。常に移動してんのか。これ上見てないとなかなか気づかないね。鳴き声はまあ、ヒントは鳴き声と影か。んで
全然降りないね。まさかこんな形で一緒に移動すると。優雅だね。雪原の方に向かってるね。やばいな、高さ的にどんどん見づらくなってきたな。あれ？どう？ああ、そっち行くね。左か。よかったよかった。下じゃなくてよかった。次、分身する前にだね。一旦セーブかまそう。フリーザ気まぐれすぎるやろ。さらに？さらに行く。あそこか。この距離を常に移動してたんだね。よし、ここでセーブして、お前だ。当たったね。おお、びっくりした。あー、消えるってことはエスパー系もしかして、佇まい的にも。まずデンジャー。
よし、フリーザーゲット。なんとかムーンボール2つで足りたね。いやー、場所変えたの正解だったね。場所がいいところまでこう粘るのがフリーザーはいいかもしれない。冷酷ポケモン。ガラルの姿だけど、サイコパワーで作った羽の形の刃を分厚い鉄板も紙のように切り裂くと。刃なんだ。さあ、山頂ゲット。それぞれ見てみたいよね。ちょっと移動も兼ねて。おお、いいね、このサンダーを。あ、早い早い。おお、でかいねー。めちゃくちゃ威圧感あるな。じゃあ最後フリーザ。そんな感じね。あ、サンダーはほんとチョコボと歩いてる感が強いな。あ、これは面白い。いや、でもファイヤー好きだな。色は完全にサンダーだけど。あの、まがまがしい感じは好きだね。さあ、フリーザ。そうなんだよね、全然冷えてないんだよね。ガラルの姿っていうのが基本なんか肝だよね。あ、クネモさ、このガラルで見た目が違うっていうだけもだいぶレアよ。柄の悪いヤンキーだな。さあ、これで調査メモは終わりと。で、ありゃ、おい隊長、今のでピオニープレゼンツ伝説探検ツアー全部達成したんじゃねえか。おお、めでてえな。こりゃあれだ、どすげえよ。しかし隊長のその熱心さよ、俺が情報を集めた眉唾伝説ツアーなのに妙に熱入ってたよな。もしかするとマジに伝説のポケモンたちと出会ったりすんのか。はい。いやいや、皆まで言うな。隊長のツアー見りゃわかる。きっとものすげえドナイスな探検をしてきたんだろう。いや、水ぶかきの間に合わしねえぜと。まあ楽しかったね。お、リーグカード。そうそう、だいぶ忘れてるよ。もう親父の声、外まで丸聞こえだし、シャクちゃん。へえ、結構いいとこ泊まってんじゃん。外ではお日さと。お日さ、遅い。親父の相手してくれたのありがとうね。私、ダイマックスアドベンチャー結構楽しいんだし、親父のなんとかツアーっていうのをちょっとだけやってみようかなって。あ、え、やばば、何この空気。今から新しい人説考えるから、ちょっとだけ待っててくれ。パパと一緒に探検しような、なって。圧すごいね。ピカピカに輝く探検着。
これ嫌だな。金色か、やばそうやね。周りに自慢したいだろう。そういうとこが恥ずかしいってことよね。え？ゴールドセットを手に入れたと。愛情の裏返しなのか。まあ行き過ぎるとね。ってことは、あー、これっきりなのか。ジ・エンド。まあということで、何か落ちてるけど、伝説のメモ、はてな。謎の巨大な何々って、へえ、マックスダイスアーナね。ということで、今回山頂については以上となります。まあマックス台というか伝説3つもね。で、実はまだソニア編が終わってなくて、なのでソニアをちょっと追っかけよっかな。まあ、今回捕まえてるのが、まあ、話で手に入るのが、何体かな、1,2,3,4,6,7,8,9 体だね。で、さらにここに3つ今から入るということで、今回ここまでとなります。まあね、ちょっとね、探すのもだいぶ手間取ったのもあるんで、結構苦労するな。まあ好きなボールで捕まえるとなるとなんかね、めちゃくちゃ時間かかるんで、まあそのあたりは気の済むまでやった感じかなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またね。